あくまで自分の見解ですが、もしオリンピックが中止になってしまった場合、日本の経済が悪化するようになる場合があります。また、日本のオリンピックが行われても、行われるのも一生に一度かもしれません。ただ、この時間は自分が自分で自分を楽しんでいる。なかなか今、声に出しづらい、もうね、ゆめちゃんさんを言われましたけれども、私も実はすごく、私はバスケットボール好きだから、そこで、NBA のスタープレイヤーがたくさん来てくれるというのはね、バスケだけは世界中に選手がいいことになってるかなとか、いろんな状況もありますよね。ねえ、どうしたらいいのか。それじゃあ、延期した場合にそういう選手のコンディションかとかですね、玉木さんおっしゃってましたよ。これはね、今日ツイッターで3択でやったんですが、調べですと、今日の試合中止にした方がいいんじゃないかと 55.5%、 延期から 37.7%、 予定通り開催できるんじゃないか 6.9%、 中には、ね、もう中止かなという意見が全部で調べると半分以下よね。また明日、さよなら。あれは特別な、あれウィークエンド用だったかな、あの、自転車で来て、やっぱりコロナ関連になってきちゃうんです。